はい、えー、アンセムというメーカーのミトングローブなんですけども使って2年くらいになりますでも通算、えー、30日行くか行かないかぐらいなんですけども、えー、春のシーズンに使っていますで結構ボロボロになってるんですよねこのなんかちょっとゴ,ゴムと言いますかね、えー、の まあ素材だったんですけどそこが全部剥がれて今閉まっています結構手をついてたりするのでどうしてもこの右手の方があの今すれてる感じなんですけどでこれサイズがですね LXL っていうことで売られていましたインターネットでネットで購入したんですけどもでその お評判といいますか、その商品レビューでですね、かなりサイズが小さいってことを言われていたんですよね、でこれも例外なく、L、XL っていうサイズ表記だったんですけど、あのまあよくて、ギリギリ L かなっていうあの感じですかね、まあ、L、ギリギリ L って言ってもいいのかなと。 なので、まあ、メーカーから、まあ、メーカー、他のメーカーさんと比べると、えーまあ、M サイズとかでも全然、あのー、違和感がないというかなんですよね。えーまあ、それくらい、これはちょっと LXL、えー、じゃないじゃないかなと思いながら使っていましたけれども、まああのー インナーグローブを使わない前提で、えー、はめればですね、まあ、そのスプリンググローブじゃないですけど春限定に使用するグローブっていうことでかなり重宝していましたでもうこれでサイズ分かりましたのでその表記よりもサイズが小さいとかですねまあそういったのは、まあ、事前情報として、えーまあ、ありましたのでね まあ今度はそれを、あのーまあ、加味した上でというか、まあ、了解した上で、えー、購入をまたしました同じようにですね、えー、メーカーアンセム LXL で1つ前のモ,、あのー、もうモデルになってしまいました、えー、去年のモデルなんですけども、えー、同じ柄があったので 購入してみたんですけど、えー、ここで驚くべきその変化と言いますか、まあ、まず、まあ、パッと見ですねまあ私のこれ色あせたのかちょっとわからないんですけどちょっと色が違っていたんですよねえー、まあ1ヶ月まあ変わるのかなってわからないですけど まあまあ、どちらにせよ、まあ、別にこれくらいの違いだったら全然いいんですけどで、ね、値段もですねそう3000くらいなんですよね3000いくかいかないかくらいの価格なので、まあ、全然そんな色とかは、まあ、似てるような感じだったら全然いいんですけど、えー、それとですねサイズがちょっと画面ではわからないんですけどちょっと変わったんですよねで大きく。 なってました。で、あのー、まあ、そこまでですね、すごい大きくなったっていうわけではないんですけど、まあ、これだったら、ま、L でしょうという感じですね。まあ、あ、で、M って書かれていたら、あ、M なのか、ちょっと大きいな、みたいな感じ。で、L っていう表記がされていたら、えー、あ、 そうだよねって、あ、まあ、L の付け心地だよねっていう感じですよね。で、まあ、XL って言われたら、うーんってちょっと思う感じの、まあ、ただ明らかにあの L サイズは、そうそう、この感じだよねっていう、そういったサイズ感にあのなりました。で、このプリントの色もですね、多少変わってましたので、そのサイズもですね、 まあ多少こうアップしたの改良されたのかなという感じでえ思ったんですけどまあでもいずれにせよですねインナーをつけてはめると多分多分というかちょっときつい感じなのでまあ引き続きですねえ私の場合ですけどあのスプリンググローブというか春専用のグローブとして えーまあ、来シーズンもですね使いたいなというふうに思いますそうあとこれこのですねそのリーシュコードグローブのでこれちょっと硬いんですよね小さくて硬いので今素手だからいいんですけどねまあちょっとこの力が結構かかるので,で、まあ、このままこう引っ張ってま 引っ張れれば一番最高なんですけど結構これちゃんと押してこう引っ張らないと、えー、こう動かないっていうことででこうしたらここですっとこう, <laughs> こう動けばいいんですけどここがまああのー、変わらずっていう感じで、まあ、このがっちり感がいいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど意外と ここがスーッとこう例えばこう押さなくてもこうスーッとこう動くタイプでもうどうしてあのこう引っ張る左右というかこう広くえ引っ張ると意外とそれ以上こう輪っかが広がらないのでここまで強くなくてもまあ私の場合はいいのかなというふうに思います。長さはでもあのすごい 考えられて作られれていてて作い短くもなく長くもなくっていう感じでで私のこれがですね今まで使っていたのが、えー、ブチッとこう切れてしまったんですよね初めからこう縫い付けられているんですけどで、まあ、その場合あっそうですねそう 初めこう縫いい付けられているんですよねでもこれがブチッと切れた場合、まあ、ここにですねまあ、そのバックアップ用そのためのものだと思うんですけど違うのかなまあ、こっちが切れてしまったのでその輪っかをこう利用してですねえー、こうリーシュコードとバンジーコードって言うんですかねを あの付けれるようになっていていここが非常に親切設計だなと思ってはいであの防水性能とかっていうのはもう求めてはいけないですね春の場合はこのグローブに限らずですけどもうびしょびしょになる前提で、まあ、私購入しましたのでそれで、まあ、もうシーズン終わってしまっ私シーズン終わってしまったんですけど、まあ、あのこの2つをですね えー、交互にこう使って、えー、まあ、乗り切ろうかと思っていたんですけど意外とこう早い雪切れだったので、えー、ちょっと使えずじまいだったんですけど、まあ、ただあの冬場だとですね本当にトップシーズンだとどうなんでしょうねちょっとそこは試してみてないんでわからないんですけどうまあそこまで塗れないのかなと。 いう感じはしますけど手をついてしまうやっぱりスポーツなので手をつきやすいというかどうしてもまあゴアテックスですとかねそういった上位のものと比べると濡れやすいとは思うんですけどまあ金額が結構安いのでまあそして結構消耗もやっぱり激しかったりするのであのこう2つ買ってもえまあ6000円はしないくらいですのでね でも定価はですね、えーまあ、私、3000ちょっとって言いましたけど、定価だは4500円,、まあ、円くらいですけど、まあ、ネットで私、買いましたら3000円弱だったので、まあ、合わせて6000ということで、まあ、それだったら、2つ買って、えーまあ、交互に使ってもいいのかなと、そのゲレンデによく行く方はですね、えー、思いました。 はいえー、ということでアンセムのミトングローブそうあとそうそうこの中でですねあの5本指で分かれてるので個人的にはそれもあの付け心地がいいなというふうに感じましたねはい、えー、ということでアンセムのミトングローブでした、えー、以上